した使徒の殲滅作戦を開始します。市街地中央に出現した使徒は、その先端部を地下中心部に位置するアークスシップ動力炉に向け進行中。これの迎撃に向け準備していた作戦マニュアルに基づき、エヴァ初号機が出撃。陽電子砲に電力をチャージした後、使徒のコアを狙撃、破壊します。特務機関ネルフの葛城美里です。エヴァンゲリオン初号機の指揮は私が担当します。この使徒殲滅作戦の要となるエヴァ初号機のパイロットを紹介します。イカリ・シンジ君よ。よろしくお願いします。陽電子砲にはアークスシップ内に貯蔵している 97% のフォトンを電力に変換して供給します。陽電子砲の発射準備が完了するまでエアリス女神で出撃、使徒の注意を引きつけてください。アークスの皆さんの健闘に期待します。では作戦開始。作戦を開始します。アークス各員は AIS 女神で出撃をお願いします。出撃後エヴァ初号機が狙われないよう周囲の援護砲台と連携し目標の注意を引いてください。目標からの強力な反撃が予想されますが、陽電子砲のチャージ完了まで何としてでもしのいでください。検討を。見た目は第六使徒そのものね。またあれと戦うことになるなんて。使徒殲滅作戦開始です。 AIS 発信による陽動攻撃にてエヴァ初号機から注意を払います。 Emergency Code G.O.
装置を解除。陽電子加速管最終補正。発射まで9、8、7。目標から高エネルギー反応。 AIS のフォロー間に合いません。光くん、ハロリー、レイ、ダメです。綾並木だけでは防ぎきれません。何やってんのよ。Completed!